国別 GDP 上段がメールベース、下段が PPP ベース、単位は10億ドル。名目ベースでは先進国の値が高く、PPP ベースではインドや中華人民共和国などの新興国やアフリカなどの発展途上国の値が高く表示され、安いことが読み取れる。国内総生産は一定期間内に国内で生み出された付加価値の総額のことである。 その国内領土に居住する経済主体を基準にした数値で居住者たる生産者による国内生産活動の結果、生み出された付加価値の総額を言う。国内総生産はストックに対するフローを表す指標であり、経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の一指標で GDP の伸び率が経済成長率に値する。 原則として国内総生産には市場で取引された財やサービスの生産のみが計上される。市場で取引されない活動は GDP には含まれない。このため家事労働やボランティア活動などは国内総生産には計上されない。この点は国民総生産でも同じである。こうした取り扱いの例外として持ち家の家賃など貴族計算が行われるものがある。 また、今期新たに生産されたのでない財の取引、最終財の原材料となる中間財の取引は参入されない。地下経済なども計上されないことが一般的であったが、2014年以降、EU 圏内では麻薬取引や売春サービスも計上し始めている。国連統計委員会が勧告を出し、統計設計、財の概念の設定などは、勧告に沿って行われる。 直近の勧告としては、68SNA、93SNA、2008SNA がある。日本の国内総生産は、内閣府が推計し、速報値や改定値として発表しているが、その詳細な計算方法については、他国同様、公開されていない。国内総生産を定義するために、実際の経済を単純化したモデルを与える。なお、 ここで説明する GDP は、名目 GDP と呼ばれるもので、口実の実質 GDP とは異なる。支出面国内には、家計、企業、政府の3種類の経済部門があり、それとは別に外国という経済部門がある。また財、サービスの市場、要素市場、金融市場の3種類の市場がある。企業が、自身の財、サービスを作るために、 別の企業から買い取る財、サービスを中間財、サービスと言い、それ以外の財、サービスを最終財、サービスという。財、サービスの市場は企業及び外国が自身の最終財、サービスを売るための市場で、各経済部門はこの市場から財、サービスを買い取る。中間財、サービスは別の財、サービスを作るための要素として使われるので、 二重カウントを避けるため国内総生産には企業が中間材、サービスを売ることで得た金は含まれない。企業によって生産された最終財、サービスは誰かが自身のお金を支出して買い取るかあるいは生産した企業が在庫として抱え込む。在庫は将来売るための商品であるから企業の将来への投資支出の一種とみなせる。従って生産された。 最終財サービスは、最終的に誰かの支出となる。企業による支出は投資支出と呼ばれ、I で表される。家計による支出は消費支出と呼ばれ、C で表される。また政府による支出は G で表される。輸出入がない場合、GDP を国内で一定期間の間に、最終財サービスに対して行われた支出の総額ともみなせ。 次が成立することがわかる GDP イコール CIG。輸出入がある場合、国内総生産額である GDP のうち、輸出額 EX 分だけ海外へと漏れ出る。また、国内の総始質 CIG の一部は輸入に使われたものである。したがって、輸入額を IM とすると、以上の議論により、次が成立することがわかる GDP イコール CIGXIM。 要素市場及び金融市場は国内総生産を定義する際直接的には使用しないがモデルの全体像を捉えやすくするため説明する要素市場は企業が労働土地資本及び人的資本といった生産要素を家計から購入するための市場で生産要素に対する対価として賃金利潤利子 新大量などの形で企業から家計に金が流れ込む。最後に金融市場は銀行取引、株式市場及び債券市場などの総称で金融市場には家計から民間貯蓄が流れ込み外国からは外国貸付や株式購入により金が流れ込む。企業は企業による借り入れや株式発行により金融市場から資金を調達し政府は 政府借り入れにより金融市場から資金を調達する。そして外国は外国借り入れや株式売却により金融市場から資金を調達する。上では企業が財、サービスの市場で自身の最終財、サービスを売り、その対価として得た金の総額として国内総生産を定義した。この定義を支出による定義と呼ぶ。 GDP にはこの他に生産額による定義、分配による定義があり、これら3つの定義は全て同期となる。生産額による定義国内で一定期間に生産された全ての最終材、サービスの総額として国内総生産を定義する。企業によって生産された最終材、サービスは誰かが自身のお金を支出して買い取るか。 あるいは生産した企業が在庫として抱え込む。在庫は将来売るための商品であるから企業の将来への投資支出の一種とみなせる。したがって生産された最終財、サービスは最終的に誰かの支出となる。よって生産額による定義は支出による定義と一致する。財、サービス X に対し X の売上額から X を作るのに使った中間財。 サービスの値段を引いたものを X の付加価値という。国内総生産の定義より、明らかに、国内総生産は、在、サービスの付加価値の後継に等しい。分配による定義企業は、在、サービスを売ることで、その付加価値分だけの儲けを得る。企業の得た儲けの一部は、賃金、利子、賃貸料、及び税金として、家計や政府の利潤となり、残りは、 企業の利順となる。従って、国内総生産は、家計、政府、及び企業へと分配された利順の相場としても定義、できる。先進国の傾向としては、国内総生産の3分の2が、労働者の取り分となり、3分の1が、地主、株主などの資本家の取り分となる。経済学者の飯田康幸は、付加価値に占める賃金の割合は、3分の2くらいが、 妥当であると指摘している。その国内領土に居住する経済主体を対象とする概念である、国内を基準とする国内総生産に対し、当該国の居住者主体を対象とする概念である、国民を基準とする国民総生産がある。国民総生産でいう、国民とは当該国の居住者主体を対象とする経済的な概念であり、国籍とは関係がない。 個人の場合、主として、当該領土内に6ヶ月以上の期間居住している、すべての人を含む一方、一般に国外に2年以上居住する人は、非居住者として扱われる。国の実体経済を表す指標としては、国民総生産よりも、国内総生産が重視されるようになった。1980年代頃までは、国の経済の規模、成長を図る物差しとして、 国民総生産がよく用いられたが、これは外国に住む国民の生産量も含む一方で、国内で経済活動をする外国人の生産量は含まないという点が、時代が下るにつれて進展していった経済のグローバリゼーションに伴い、国家を単位とする経済指標としては実態に即さなくなったと考えられるためである。国連の 1993SNA 等では、 GNP の概念そのものがなくなっており、それに代わる概念として国民総所得が導入されている。国内総生産を推計する体系を国民経済計算と呼ぶように国民概念がもともと利用されてきたが国内の経済活動状況を判断する基準としては国内総生産を使用することが一般的となった。日本でも1993年から 国民総生産に代わって国内総生産を使用するようになっている。橋地ズバックシュスグや棚田や金田ナ,ナやソリコ国内総生産は各国の経済力を示す一番重要な指標であるが計算方法を公開していない推計値であると山内隆介はしている。日本の国内総生産を公表する内閣府は非公開の理由を国家機密に当たるとしていると 山内隆介は主張する。また、山内隆介によれば、計算数式は毎年改良されるので、どれほど客観性、継続性があるか明らかではない。しかし、どのように基礎統計を用いて国民経済計算を作成するかなどは、内閣府によってある、程度公開されている。日本はそうでも、北朝鮮は自己申告であるため、真実であるかどうかはわからない。 ダイアンコイルは GDP 小さくて大きな数字の歴史の中で問題点を指摘している。まず金融仲介の生産工は金利差を使っているのでリスクの高い投資をすればするほど GDP が増える。また公的部門の計算には費用を使うので公的部門が肥大すると GDP も増加する。ソフトウェアは GDP が増えない中間原材料とも GDP が増える投資として考えることもできる。ただし、GDP より良い指標はないという。教社の秋田聖主と大学教授は、日本の2013年度の GDP 統計では、各項目の税収が増えているのに、マイナス成長という不思議なことが起こっているという。アンガス・ディートンは、今までの経済成長は、物質量では借られてきたため電子メールなどによる、 生活水準の向上が過小評価されてきたとする、今井健一、一橋大名誉教授、米スタンフォード大学教授は、21世紀経済は GDP では測れないという。無料のサービスが普及したからだという。例えばスカイプ、ラインメールなどの普及で、郵便や電話による GDP は減少する。今井は、河川、森林、野生生物などの価値が、 自然資本として重要性を持つと述べる。オスカー・モルゲンシュテルンは GDP の統計誤差は5%以上あったとしている。2009年、国連は計算基準を見直し、企業の研究開発費、防衛装備費、不動産仲介手数料特許使用料も加えることとした。そのために本の GDP は3%程度増加する見込みである。 世界各国は早めに導入済みで、日本では2016年7の9月から導入され、2016年7から9月より、前の GDP に対しても再計算されることになる。タックスヘイブンにある資金は、世界 GDP の1、3である、推定21兆から32兆ドルと言われ、GDP の計算がどこまで意味があるか不明となっている。 世界銀行が公表する GDP は国際比較プログラムの計算法による購買力陛下で比較したもので一般的な為替レートを使う計算法とは異なる。購買力陛下による GDP は先進国の GDP が低めに算出されるため2017年の国際間の順位は中華人民共和国が1位でありアメリカ合衆国が2位インドが3位となる。 以上で説明した国内総生産は経済状況のみならずインフレによる価格変動によっても変化してしまう。そこで価格変動の影響を排除した国内総生産も定義されており、これを実質国内総生産と呼ぶ。価格変動の影響を排除するため、実質 GDP ではある都市を基準年として定め、基準年における最終財サービスの価格を使って、 現在の国内総生産を計算する。厳密には以下の通りである。最終材、サービス愛の基準年における価格が倍で今年の価格が地位とする。また愛は今年9 c 個売れたとする。この時今年の実質 GDP は実質 GDP イコールシグマ I ピキシーにより定義される。ここでは、シグマ I はすべての最終材、サービスを渡る。 一方今年の名目 GDP は名目 GDP イコールシグマ i GC である。以上で述べた実質 GDP の値は基準年の選び方に依存してしまう。したがって現在では基準年の選び方の影響を排除するために連鎖という方法で補正した定義を用いて実質 GDP を計算している。GDP の変化に関しては経済成長を参照。 国内総生産をその国の人口で割った値を1人当たり GDP と呼ぶ。国ごとに人口が違うので、国ごとの経済状況を比較するには、通常の国内総生産ではなく1人当たり国内総生産を使う必要がある。国内総生産には、名目と実質があるため、1人当たり GDP も1人当たり名目国内総生産と1人当たり実質 GDP がある。 現在の国別一人当たり GDP については国の国内総生産順リストを参照。名目 GDP を実質 GDP で割ったものを GDP デフレーターと呼ぶ。名目 GDP と実質 GDP はそれぞれインフレの調整を行っていない GDP といった GDP であるから、その日に当たる GDP デフレーターはインフレの程度を表す物価指数であるのだと解釈できる。 したがって GDP デフレーターの増加率がプラスであればインフレーション、マイナスであればデフレーションとみなせる。1995年からの日本の GDP デフレーター前年度を市販機増加率。内閣府の市販機別 GDP 速報より作成。GDP デフレーターが消費者物価指数や企業物価指数など他の物価指数と著しく異なる点は、 GDP デフレーターは輸入物価の上昇による影響を控除した国内の物価水準を表しているという点である。このため、原油価格の上昇など輸入物価が上昇して国内のガソリン価格が上昇するというような場合には消費者物価指数や企業物価指数が上昇しているにもかかわらず GDP デフレーターが下落をするということがしばしば起こる。 このため1990年代末から2000年代初頭にかけて日本経済で物価の下落が続くデフレーションが続いているのかどうかを判断する際に GDP デフレーターを使うことが適切であるかどうかについては見解が分かれた。下落が続いていた消費者物価指数は2005年初めから下落幅が縮小しその年の10月には前年同月比がゼロとなって 11月以降は上昇が続いた。このことには原油価格の上昇による影響がかなりあったため GDP デフレーターは前年比で1%以上の下落が続いていた。量的緩和政策の解除時期をめぐって緩和策の継続を望む政府と早期解除を望む日本銀行の間で議論が起こり政府は GDP デフレーターがデフレであるとして 量的緩和政策の解除に対しては慎重な姿勢を見せた。しかし、現実に上昇している消費者物価と企業物価を無視し、GDP デフレーターのみによって物価は上昇しているがインフレでないと主張することは極めて基弁的である。GDP デフレーターはあくまで名目 GDP を実質 GDP で割った数値に過ぎず、現実の物価が上がっていることを否定できるものでない。 なお、2006年4月現在、日本の GDP デフレーターは、パーシェ型の連鎖指数で、実質 GDP は、ラスパイレス型の連鎖指数であり、米国の実質 GDP は、フィッシャー型の連鎖指数が採用されている。国内純生産は、国内総生産から固定資本の減毛分を差し引いたものである。しかし、経済全体での固定資本の減毛分は、測定しづらく、 このため経済学者たちは言語の推定をあまり信用していない。グリーン GDP とは従来の GDP から環境破壊による生活の質低下を引いたもの。基本的な概念は自然界の様々な要素を何らかの基準で数値化し価値ある資源として計上するというものである。多くの場合、人類の経済活動は環境に悪影響を 及ぼしているので GDP に相応の減少分が発生する。これは生産活動によって減価償却が行われるのと似ている。一定期間内に一国内で発生した付加価値の総量のことを GDP といい、この数値が増加すれば経済は発展しているとみなされるが、これはつまりより多くの付加価値が生産されれば、それだけ経済は成長していると考えているという、 ことである。しかし、この考え方には欠点もある。例えば、森林開発が行われると、木材、パルプ生産や住宅建設などが GDP を押し上げるが、土壌流出など環境破壊が起こっても GDP には何の影響もない。このような矛盾に対して、1980年代後半から環境問題に対する取り組みが強化されたことで、 現行の GDP の算出方式を変えようという声が出始めた。そこで代わりにグリーン GDP が考え出される。1993年には国連統計部が独自の基準を策定したが、世界的にはバラバラの基準を用いているのが現状である。つまり、定評のある金銭換算の計測方法は未だにない。国民純福祉とは GDP から 公害や軍事費などの社会的に望ましくない価値を差し引き、家事労働やボランティア活動など値段で示されない価値を金銭換算して加えたもの。ただし、定評のある金銭換算の計測方法は未だにない。国内総生産が一国内において生産された付加価値額を表すのに対し、域内総生産は都市圏や経済圏、州や県など、 一定の地域内で生産された付加価値額を表す。域内総生産には中央政府が行う生産が含まれない場合もあり、全国の域内総生産を合計しても必ず国内総生産と一致するとは限らない。都市圏同士の比較や地域経済間比較といった各種分析で使用されるほか、国土の広大なロシアの統計でよく用いられる。アメリカ合衆国ドル建ての 名目国内総生産における上位10カ国。日本の実質 GDP の推移。青が1990年基準、赤が2000年基準によるグラフである。日本の実質 GDP 増加率の推移。青が1990年基準、赤が2000年基準によるグラフである。円建てでの日本の国内総生産の経年変化。1990年代以降の約20年間は、 円建てでの国内総生産の平均名目成長率は年率マイナス0.7%程度、平均実質成長率は年率0.6%程度、平均インフレ率は年率マイナス1.3%程度になった。名目 GDP は1997年に記録した536兆円をピークとし、2010年には1997年より63兆円。 少ない473兆円にまで低下した。1997年4月に実施した消費税増税の影響で第2四半期の成長率は2.9%のマイナス成長に陥った。これは過去23年間で最悪の数字であった。その後名目 GDP は低迷を続けた。日本は2012年現在毎年1%。 前後のデフレが続いているため仮に実質成長率が1%あっても差し引きで名目 GDP 成長率はゼロとなる。US ドル建てにした GDP では円ではなくて US ドルで給料を受け取っている人は日本には9なので他国の GDP と正確に比較することはできない。ただしユーロのような共通通貨を使っている EU 加盟国同士では為替による変動がないため実態を 反映した比較ができる。例えば、日本で前年より経済成長したため、円建ての GDP が増加していても、前年より円安の時は同じ額を、US ドル建てにした GDP では、伸びるどころか逆に減少しているように見えることが多い。一方、円建ての GDP が減少または低迷している。不景気でさえ、前年より円高だと、US ドル建ての GDP だと、 前年より増加していることが多い。日本の GDP を約500兆円だと仮定して 1US ドルイコール80円の円高に日本の GDP を US ドル建てで換算すると約6兆 US ドルになり 1US ドルイコール120円の円安でなら約4兆 US ドルとなり円建てでの GDP が同じ額にもかかわらず減少しているような統計結果になってしまう。 実際に2015年に国民一人当たり名目 GDP はドルに換算したドル建てでは減少しているが円建てベースでは1994年以降最高で前年比3.4%ほど増加している一方で円安は US ドルベースでの GDP においてはマイナス要因となるが円安は輸出を促進するため輸出増加分が GDP に反映される頃にはプラス要因となる。このようにドルベースの GDP は為替の影響を大きく受ける。そのため US ドルベースの GDP は日本と日本以外の国の GDP を比較するときに主に用いられ日本国内の経済成長の推移を解析する上では日本円ベースの GDP が主に用いられる。アメリカ合衆国の GDP は 米国商務省経済分析局から発表されている。発表時期は1、4、7、10月に速報値、次月の2、5、8、11月に改定値、さらに3、6、9、12月に確定値が発表される。ありがとうございます。